津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回はサッカークラブの碧 FC 孫理沙を紹介します。FC 孫理沙は津市立碧小学校の児童32人が集まるサッカークラブです。創立は2015年で、普段は碧町にあるニューファクトリー公園を中心に活動しています。こんにちは、碧 FC 孫理沙代表監督の今別府です。碧 FC はチームに携わる全員がサッカー好きで、いつも練習を楽しみにしているチームです。その思いに応えるため、指導者一同チームのために何かできないか模索し、練習内容や戦術などを日々話し合っています。碧 FC では子どもたち一人一人が主役となり、子どもたちの判断を最優先とする子どもファーストを取り入れています。子どもたちは自主的に練習メニューやゲームでのポジションなどを自分たちで考え、私たち指導者は子どもたちの意見に耳を傾けています。私たち指導者の思いは、碧 FC での活動を通じて日頃から応援してくださる保護者や諸先輩たちへの感謝を持ちつつ、努力することの大切さ、試合に勝つ喜び、負ける悔しさを子どもたちに知ってほしい、そして高学年になるにつれて楽しさと努力の両立からスポーツで競争することの意味を個々が考え、自主的に取り組むことでさらに高みを目指す選手チームになってほしいです。基礎練習はボールタッチ、トラップ、パスなどを練習します。ボールタッチでは足の裏やつま先などを使い、さまざまなボールの動かし方を身につけます。ボールタッチはサッカーの基本中の基本ともいえるプレーで、足先でボールを自由自在にコントロールできるようになるために大切な練習です。ボールタッチが上手くなることで、ドリブルやフェイントなど個人技の幅を広げることができます。トラップはボールを止めるプレーです。転がるボールや浮いたボールなどを思い通りに止められるよう練習します。トラップが上手くなることで、相手からボールを奪われる機会が減り、攻撃のチャンスにつなげることができます。パス練習は仲間に正確にボールを送る練習で、左右どちらの足でも正確にパスが出せるよう意識します。敵 FC では細かいパスワークで相手の守備にズレを作り出し、その隙をついて攻める戦術、パスサッカーを目指しているので、パス練習はとても大切な練習です。基礎練習の後は学年やグループに分かれて実践的な練習をします。この日はリフティング、ドリブル、パスを組み合わせたシュート練習を行いました。低学年はボールに慣れることを優先して、みんなで取り組む楽しさを覚えるような練習を取り入れています。この日はコーンを守備に見立てたシュート練習を行いました。ゴールやゴール、かわした。
練習の最後には試合を想定したゲームを行います。仲間との連携プレーを確認したり、その日練習したプレーなどを試したりします。こんにちは、AKFC ソンリサキャプテンの今別府修斗です。ポジションはセンターフォワードです。 AKFC はチームメイトと指導者の仲が良く、いつも笑いの絶えないサッカー大好き集団です。今のチームの目標は県大会優勝です。地区予選を勝ち上がり、県大会で優勝できるチームとなり、名前の知られた強豪チームになりたいです。僕の好きなプレーはシュートです。僕の名前と同じプレーなのですごくこだわっています。キック力と体の強さを生かして、これからも試合で得点を重ねていきたいです。こんにちは、AKFC ソンリサキャプテンの久保龍生です。ポジションはセンターバックです。僕は4年生からサッカーを始めました。コーチからたくさんのアドバイスをもらい、いろいろなプレーができるようになりました。そして努力をする大切さを知りました。今はチーム戦術のパスサッカーを実現するためにパスの精度にこだわっています。ディフェンスの練習では体を張ったプレーを心がけ、どのようにすればボールを奪えるかを常に意識しています。サッカー日本代表の吉田麻也選手のようなリーダーシップを発揮できるセンターバックになれるよう頑張っていきます。こんにちは、ヘケフシーソンリサの松永雷です。ポジションは右サイドハーフです。僕は練習中、オフェンス時やパスを受けるときに常に周りを見てチャンスを見つけることを意識しています。チャンスがあれば得意のドリブルやフェイントで相手をかわし、得点の機会を狙っています。 AKFC は試合で失敗してもチームみんなで励ましの声がかけられる温かみのあるチームです。今のいい雰囲気をこれからも大切に、笑顔があふれるチームでいたいです。僕はピッチの中、外問わず思い切って声を出して、これからもチームを盛り立てていきたいです。こんにちは、AKFC ソンリサの石川祐希です。お父さん、お母さんへ一言。いつもサッカー用具を買ってくれたり励ましてくれてありがとう。これからも頑張ります。こんにちは、西井貫太です。指導者の皆さんへ一言。一つ一つ指導していただいたおかげでサッカーが大好きになりました。これからもご指導よろしくお願いします。こんにちは、岩波京です。指導者の皆さんへ一言。コーチたちへの感謝の気持ちを忘れずに、たくさん試合に勝てるように頑張ります。こんにちは、ミキアルタです。お父さん、お母さんへ一言。いつも試合を応援しに来てくれてありがとう。今よりもっとかっこいい姿を見せられるように練習を頑張るので、これからも応援お願いします。こんにちは、脇龍馬です。お父さん、お母さんへ一言。いつも試合を見に来てくれてありがとう。見てもらえていると思うと頑張れます。
ヘケウシーソンリサは新しいメンバーを募集しています。練習日は土曜日で、練習場所は碧町にあるニューファクトリー公園です。練習に参加できる小学生であれば誰でも入団できますので、サッカーに興味がある人は気軽に見学や体験に来てください。新1年生の皆さんの入団もお待ちしています。僕たちと一緒にサッカーをしませんか？頑張るぞ！